こんにちは、速稼塾の久保です。今回ですね、4月7日の朝の相場解説ちょっとミスっちゃいましたので、こちらの方に貼り付けさせていただいてるんですけども、結論だけ申し上げます。2つのブレイクアウトポイントをお示ししますので、そこを超えたら各自の判断でエントリーしていただければと思います。それではね、画面を切り替えて1時間の方を見ていきますね。こちらです。1時間の方ですけども、本当言おうとしたのは、このレンジに入ってますよってことなんですよ。この黄色く囲ったレンジなんですけども、上底の方ですよね。124円の045のあたりに、こうやって黄色い線を引いてますけども、もしね、このレンジ内でのローソク足が、上の方に抜けるようでしたら、124円、045を一つの目安として、バイでエントリーしていただきたいかなと思いました。セルの方はね、どうも動きそうないと思います。全体的な流れが右肩上がりなのと、あとね、こちらの方でも、やっぱヒゲによって押し戻されてるでしょ、この二つ。だからまあ、下の方に行く可能性は非常に低いと思います。ちなみに、今まであったレンジはここで、この赤いところをね、取っていただければ、ブレイクアウト狙いが成功ということになります。で、今新しいレンジに入ってますので、一つの価格帯をお示ししたわけです。120円の045ですね。ここを超えて、伸びていったら、ここでバイでエントリーですね。もう一つは日足の方を見ていきます。日足の方ですけども、言わずもがなですが、125円。ね、こちらの方を、もし突破したら、これはもう N 字ができたということでね、判断していただいてよろしいかと思います。N 字ね。これによって、推進波が、さらに N を変えて上昇していくってことになりますので、今度は130円に向かうという超円安時代が来るかなってことですよね。はい、今朝言わんとしたことはこういうことなんですけどね。皆様のところに届けば幸いでございます。で、明日が金曜日でしょ。だからもし明日、今お示しした動きがあれば、かなり進むんじゃないかなと。あと明日はね、材料の発表ですから、22時まで、ポジションを持たないように気をつけてください。それではあとはご自身の判断で。いってらっしゃい。